どうも皆さんこんにちは。さあやってまいりました四日市グルメ第2弾。いや本当にあの第1弾多くの方に席をいただきましてありがとうございます。ういういしさが出てたでしょ。 冒頭のオープニングでどうもめぐるですって言ったらこうテロップと逆に手がいってるっていう。なのでやり直します。どうもめぐるです。決まりました。ありがとうございます。さあ四日市グルメの第2弾ということでございますけども、前回はですね朝日川がバックだったんですが、今回は山でございます。そうこれこそが四日市の魅力。海があって川があってそして山がある大自然に恵まれた四日市のもとで今日ご紹介するのは一体何なのか楽しみにしててください。さあそれでは今日も晴れ男の僕めぐるが早速取材してきますよ。いい天気。四日市グルメ。三重県四日市市、石油化学コンビナートを有する全国屈指の産業都市です。町の魅力はそれだけではありません。豊かな風土の中で育まれてきた特産品など日本や世界に誇れるものがたくさんあります。この番組ではそんな四日市の魅力を料理を通してご紹介します。番組の後半にはフードアナリストの資格を持つめぐるさんが四日市の特産品を使った料理にチャレンジしますよ。今回のテーマはこちら、水沢のかぶせ茶です。さあということで今日のキーワードはかぶせ茶。真横には茶畑が広がっております。見てくださいこの圧巻の景色、綺麗ですよね。よくプロペラも回っております。かぶせと聞くと飲む時の作法なのかどうなのか、一体作りの話なのか、さあ一体どんな魅力があるのか今日は皆さんと一緒にかぶせ茶学んでいきましょう。茶の栽培は四日市市の西部水沢、小山田、川島地区を中心に200軒以上の茶農家が取り組んでいます。栽培面積は500ヘクタール。四日市市をはじめ三重県内で生産されるお茶は伊勢茶として全国に販売されていて、その生産量は全国第3位なんですよ。中でもかぶせ茶は全国有数の生産量を誇ります。新芽の出てくる季節になると茶園に黒い覆いをかぶせ、およそ14日間日光を遮ります。これによって渋みが少なく旨味、甘み成分の多い茶へと成長します。今回お世話になるのは丸重清水製茶さんです。東京ドームおよそ 7.7 個分の茶畑を有し、茶の栽培のほか製茶加工、販売を行っています。また四日市市の特産であるかぶせ茶の美味しさを広く知ってもらおうと古民家を改築したかぶせ茶カフェも開いているんですよ。そうなんです、礼儀や作法ということではなくて実際にかぶせて作るからかぶせ茶なんですよね。さあじゃあ一体どんな味がするのか。はい、こちらお店で出しているかぶせ茶です。ありがとうございます。はい、どうぞ。それではいただきたいと思います。割とこうちっちゃめのおちょこに。そうですね、入るんですね。はい、普通お茶っていうともう少し大きい、はいね、はい、のイメージするんですが、これがこのお店のスタイル。そうですね、四日市の萬古焼のお茶碗で飲んでいただく。これ萬古焼き。そうです。わかりました、じゃあいただきます。なんか旨味がありますよね。はい、これがあの温度を低く入れた時の味です。そうなんですね。はい、あの実際にレストランとか行くとですね、実はこの抹茶の旨味成分を使って料理にしてるところとかあるんですけど、はい、まさにそれが濃厚に感じられる一品というか、はい、温度なんですか秘密は。そうですね、温度で風味を少し変えることができまして、はい、温度低めだと今のようなまったりした甘みが楽しめて、逆に温度を高くすると今度さっぱりしたちょっと渋みも楽しめれますので、気分とか合わせるもので変えていただけるといいと思います。なるほど、なんかこう温度帯でまた楽しめるっていうのもいいですよね。そうですね、味わいも変わってくる。はい、ね、そしてこれが四日市の特産品なんですよね。はいはい、そうなんです。こっち、
水沢はかぶせ茶部門、かぶせ茶をたくさん作っていまして、うん、あの三重県はかぶせ茶部門だと日本一の生産量なんです。そうなんですか。はい。あら、やっぱりこう飲むだけですよね、楽しみ方は。そうですね、あの飲むのもいいですし、またあのお茶っ葉を最後食べていただいたり、お料理に使ったりもできます。食べる。さあ、それではこちらかぶせ茶カフェさんでですね、かぶせ茶を実際に使って、お料理を作っていきたいと思いますけども、今回作る料理を教えてください。はい、かぶせ茶餃子です。餃子。はい。餃子とお茶ってあまりイメージがないんですけど、はい、これどういうこっちゃなんでしょうね。餃子の種にこのお茶っ葉を入れちゃいます。はい、あ、だ、包まれてる中に入ってくるわけですね。ふりかけるとかじゃなくて。はい。はあ、やっぱりこう、なんでしょう、気になるのは、はい、歯ごたえがどうなるんだろうっていう。はい、そうなんですけど、あのこのかぶせ茶は途中で黒い覆いで日陰で育つので、はい、葉肉がすごく柔らかくって食べやすいお茶葉になります。なんか捨てちゃうイメージがあるんですけど、もったいないですよね。使えるんですね。はい、わかりました。じゃあ早速作っていきましょう。材料はキャベツ1/4個、合いびき肉 250g、塩小さじ1/4、かぶせ茶の茶殻大さじ4、チューブ入りニンニク小さじ3、チューブ入り生姜小さじ1、中華粉末だし大さじ1、餃子の皮50枚です。キャベツとひき肉、調味料をボウルに入れます。入りました、はい、そしてこれで OK ですか。そして茶殻です。茶殻でね、これも実際にお茶をこれで一回入れた、はい、そうです、急須に残った茶殻で。なるほど。分量はどれぐらい。これね、3g ぐらいのもともとお茶っ葉を使ってあるなので、うん、1人前ぐらいですね。これで1人前、はい、はい。じゃあ全部入れます、はい、もうこれもお好みの量でいいと思います。茶殻を入れたら、粘り気が出るまで混ぜるようにこねます。これ今回、はい、お茶を入れた茶葉を入れてるんですけども、はい、実際この茶葉の中には、はい、相当まだお茶の旨味が残ってるそうですね。そうですね、アミノ酸などが残ってますし、またお茶で実は飲む時って 30% しか栄養取れてないんですよ。70% は茶殻で捨ててるんです。すごいもったいなくって。そうなんですか。はい、ビタミン E とか食物繊維が多いそうです。ということはさっき言ってた、はい、まさにそのアミノ酸を抽出して、はい、オリオリエさんなんか使ってるところあるっていう話してましたけど、はい、ってことは今回この肉と、はい、さらに、はい、お茶のアミノ酸の旨味がしかも7割も残って、飲んだ時、はい、ものすごい美味しかったですけど、はい、あれがさらに倍以上。そうですね、相乗効果があるかもしれないです。うわ、めちゃくちゃ楽しみ。めぐるは入れますよ。あんを皮で包み、ごま油を引いたフライパンで焼いていきます。ほら、あ、すごい、うわ、綺麗じゃないですか。すごい上手ですね。え、ちょっと強いですか。あ、じゃあ、やめていただけますか。ありがとうございます。
焼き目がついたら水を入れ蒸し焼きにします。はい、OK です。蒸し焼きにします。火加減はこのまま。はい。いやいい音しますね。ねえ、いいですね。いい感じで、はい、湯気がですね出てまいりました。ちょっとずつこう水分も飛んでおりますけども、はい、揚げ時教えてください。はい、もういいですかね。もういい。はい、じゃあいきます。おー、うわー、おいしそう。ちょっと待って、めちゃくちゃおいしそう。きれいにいきたいな。よいしょ。あ、普通逆か。はい、あ、ね、いい感じ。きれいに来てくれ。おいしょ。いいですね。完成です。ドドーン。さあ、それでは早速完成したこちらの手作り餃子食べていきたいと思います。いただきます。はい。出来栄え点は何点ぐらいですか？100点。おお90じゃない。はい、ありがとうございます。いただきました。では、あえて何もつけずに食べたいと思います。そうですね。いいですか？はい、せっかくなんでね、はい、かぶせ茶の味も味わえたりして。いただきます。自分で作ったんですか？僕これめちゃくちゃ美味しいですよ。これ本当に本当に美味しいですよ。どういう風に思いついたんですか？これなんか、お茶は消臭効果が葉っぱにあるので、はい、ひき肉っていいお肉いつも買わないのでちょっと臭み気になって生姜とかは入れますけど、お茶入れたらいいんじゃないかなと思って、ひき肉料理にはお料理にはいろんなのにお茶っぱ入れちゃいます。むしろ臭みがなくなるどころか、うん、お肉の旨味が、うんうん、おそらくそのかぶせ茶のアミノ酸ですごく持ち上がってきて、はい、それが本当にもう旨味となって口の中で消えてくるんですよ。なるほど。なのでもう本当になんだろうな、こうすごくこうコクのある、うん、常にこうしとやかなジューシーさがあって、はいはい、何個でもはい、いけちゃうぐらい、はい、なんだ今まで自分が食べてきた餃子とは全然違います。あ、嬉しいです。そしてその核にあるのはかぶせ茶ってこともよくよく分かりますね。はい、はい、ちょっと香りもしますよね。確かにこう、うんうん、ふわーっと持ち上がってきますね。はい。そしてあーいいわー。うわ幸せ。いやすごいこのレシピ。ありがとうございます。もう皆さんぜひ絶対やってみてください。かぶせ茶餃子本当においしいです。ありがとうございました。ありがとうございました。今回紹介したかぶせ茶餃子は四日市市農水振興課が制作した四日市かぶせ茶レシピ2に掲載されています。かぶせ茶餃子以外にも茶葉や茶殻を使ったレシピがたくさん掲載されていますよ。四日市かぶせ茶レシピは四日市市役所の農水振興課などで手に取ることができます。お茶を急須で飲んだらぜひ茶殻まで利用して茶葉をまるまる楽しんじゃいましょう。さあ、ということで四日市グルメ第2回目はですね、水沢地区のかぶせ茶をご紹介しました。まあ、やってくると非常に風光明媚な場所でございまして、そしてですね、現地でいただくお茶は本当に美味しいです。皆さん四日市お茶というのが有名だということは知っていたけれども、どんなところで育まれ、そしてどんな風に食されているのかというところまでは意外と知らなかった方も多いんじゃないでしょうか。本当に美味しい水沢のかぶせ茶の魅力、ぜひ現地に訪れて皆さん体感してみてください。それでは四日市グルメ、皆さんバイチャー。四日市グルメ、次回は11月です。四日市市にはまだまだ美味しい食べ物や驚くべき製品がたくさんありますよ。ぜひお見逃しなく。